中国はもうオワコンのようです。台湾有事への危機感が高まる中で、日本企業の脱中国がどこまで進んでいるのか気になっている人もいると思いますが、日本企業の脱中国は着実に進んでいます。最近中国に進出している日系企業などで作る中国日本商会が脱中国に関するデータを発表しました。それによると、今後中国市場での事業拡大に意欲的な日本企業は 33% にとどまっていることが分かりました。これは調査が始まった2007年以降で最低の数字。ちなみにこの調査は中国にいる日系企業約8300社を対象に行われた調査です。新型コロナが流行した時から中国は日本人向けの短期ビザの免除措置を停止したままですが、これが日本企業にとっては不便なんです。調査対象の会社はすでに中国に進出している会社ではありますが、すぐに脱中国はしなくても今後中国で事業を拡大する予定はないという企業が多いことがわかりますね。というわけで、今回は現在の脱中国の流れと日本企業の動きについて見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。中国は今製造業の国産化を強く推し進めています。その中で中国政府が輸入製品に対して制限をかけたり、また海外からの製品を排除する動きがあるんです。日系企業が得意とするコピー機などの事務機器についても、中国政府はセキュリティ上中国製のものを使うように義務付ける方向で動いています。データが流出することを過剰に恐れて、日本製ではなくて中国製を使うように制限をかけているんです。この姿勢は日本も見習った方がいいですね。データ流出を防ぐために他国の製品を使わずに国産を使うべきでしょう。中国では国内製品を使うように政府から指示が出ているため、日本の製品が中国国内で売れにくくなっています。また後で詳しく触れますが、中国国内における外国人に対する取り締まりも中国でビジネスをする上でネックになっているようです。3月には製薬会社の日本人駐在員が反スパイ法に違反した容疑で中国当局に突然拘束される事件がありました。しかも中国政府は何の容疑で拘束したのか理由も明らかにしなければ、弁護士や家族との面会も許可しません。中国にいるのは危険だということにもういい加減に気づいた方がいいのではと思うのは私だけでしょうか。日本人は今中国に行くリスクが大きすぎる状態になっているんです。いつどんな理由で中国当局に拘束されるかわからないため、自分は大丈夫は通じません。私は絶対行きたくないですね。これは日本と NATO との距離が近くなっていることも中国が日本側に目を光らせている理由です。これまで中国は割と日本との関係を悪化させないように一定の配慮をしてきました。日本人を拘束したり、関西デモをしたり、尖閣諸島をはじめ日本の領海に侵入したりしてるのにと怒りの声を上げる方も多いと思いますが、中国から見れば一定の配慮なんです。そう、中国から見れば一定の配慮をしてきた理由は、経済的な関係を大事にしたかったのと、日本が割と中国に対して中立的な姿勢を保っていたからなんです。でも最近は NATO の事務所を日本に作ることを検討したり、岸田総理が2023年7月リトアニアで開かれる NATO の首脳会合に出席することが決まったりと、日本と NATO の関係強化があからさまになっています。しかもこうした動きは中国を念頭に置いた動きです。中国と仲良しのロシアが2022年2月24日にウクライナに侵攻しましたので、日本も他人事ではないとようやく政府が気づいたようです。 NATO は中国を名指しで批判していますから、中国は軍事的な圧力を感じているのでしょう。だから中国は最近になって日本に対して敵対するような姿勢になってきたわけです。まあ一定の配慮があったとはいえ、日本に敵対するような行動を続けてはいたんですけどね。こうした背景もあって、
中国国内の日本人駐在員や日本企業に対する取り締まりが厳しくなっています。実際台湾有事となれば必然的に日本と中国との関係は一気に冷え込みますから、今から徐々に脱中国に動くのは利息回避の意味で重要でしょう。中国では2023年7月1日から改正反スパイ法が施行されています。2014年に施行された反スパイ法ではスパイ行為の定義が国家機密の提供でしたが、改正法ではそれに加えて国家の安全取益に関わる資料やデータ、文書や物品の提供や摂取と大幅に拡大、その他のスパイ行為など定義の曖昧な表現が依然として残っており、中国当局によって恣意的に運用される懸念もあります。中国情報機関トップの陳一新国家安全相も6月、敵対勢力の浸透、破壊、転覆、分裂活動を抑え込むため外国のスパイ機関による活動を厳しく取り締まると施行に強い意欲を示しています。2022年日本の経団連会長を務めたキヤノン御手洗会長兼社長はこうした懸念に対して、工場など海外の生産拠点を時代に見合った体制に見直す必要があると言っていました。その上で企業の主な工場を日本に戻すか、もしくは安全な第三国に移転させる考えであると言っていたんです。こうした動きに日本政府は以前から補助金を出していることもあって、すでに日本の大手製造業はその流れで動いています。例えば大手自動車メーカーのホンダは2022年部品の国際的サプライチェーンを見直して中国とその他の地域を切り離す方針を打ち出しました。そしてマツダも新車の製造で使用する部品の中国依存度を下げていく方針を明らかにしています。建築材料住宅設備機器業界最大手のリクシル東京都品川区もアメリカ向けの水回り製品の製造拠点を中国からメキシコにシフトさせる方針を発表。他にはタングステンとモリブデンの加工を行う日本タングステン福岡市博多区、同社は主要製品の原料であるタングステンを価格の安い中国産にほぼ 100% 依存してきましたが、今後は北米や欧州からの調達を強化するそうです。電子部品メーカーの田村製作所東京都練馬区は中国で生産している芝刈り機などをルーマニアの工場でも生産する計画を発表しました。そして中国依存度の高いパナソニックもようやく動きました。日本国内で販売するパナソニック製のエアコンはこれまで約9割を中国の工場で生産していたんですが、今年度から日本工場での生産に徐々に移して全体の約4割を国内生産にしていくことを目指すと発表しました。確かに中国は日本にとって最大の貿易相手国であり、日本企業を中国と切り離すことは日本経済にも大きく影響します。でもついこの間中国が台湾製のパイナップルや柑橘類なんかの輸入を突然止めたり、オーストラリア産の牛肉やワインなどを突然ストップしたことがありましたよね。あのように中国は気に入らないとその国に圧力をかけてくるんです。日本は米中対立の中でアメリカの側にいます。今後日中関係が冷え込むことによって中国側から経済的な攻撃を受けることは十分にあり得ます。そうなれば中国に部品や原材料を依存する日本企業はある日突然生産できなくなって、そもそもビジネスができなくなる恐れがあります。中国から今すぐ完全に撤退することが難しくても、せめて中国依存度を下げてその部分を日本国内に戻したり第三国へ移していくことが重要です。日本企業はこのようにリスクを回避するための動きをする必要があります。そうでないと経営に大打撃を被ることになるでしょう。当然ですがこうした動きは日本企業だけで見られるわけではなく、 EU やアメリカの企業もそれぞれの理由で脱中国を推し進めています。例えば2023年5月下旬マイクロソフト傘下のビジネス向け SNS を運営するベーリンクトインはグローバル事業と中国戦略を見直すと発表しました。これに伴い
全従業員の 3.6% に当たる716人を削減し、中国での求人・求職サービス・インキャリアを終了するとのことです。リンクトインのライアン・ロスランスキー CEO は従業員宛ての書簡で、業務の進め方を再編成し、より機敏になり、成長に向けてチームを調整する。と述べました。中国事業では、プロダクトとエンジニアリングのチームを廃止し、企業、営業、マーケティング機能を縮小します。リンクトインは、2014年に中国版 SNS を始めました。しかし、当局の規制強化により事業継続が困難と判断して、2021年にサービスを停止。代わりに求人に特化したサービスを始めましたが、今回再び事業停止に追い込まれました。求人サイトインキャリアは、2023年8月9日にサービスを終了します。ちなみに、中国にある欧州商工会議所によると、中国に進出している EU の企業の間では、中国経済の悪化が主な理由で脱中国を進める企業が多いといいます。欧州商工会議所の調査によると、中国を将来の投資先としてトップ3に挙げる EU の企業の数が過去最低だったことが分かりました。中国事業の売上高が昨年減少したと回答した EU の企業の数も前の年の3倍にもなったそうです。中国における既存の投資または将来計画している投資を他の市場に振り返ることを検討、実施している企業は既存の投資について 18%、将来の投資については 22% となりました。振り替え先は1位が ASEAN 27%、2位が欧州 21% です。投資の振り替えを検討、実施する要因としては、中国と第三国とのデカップリングの影響の軽減、中国のビジネス環境の不確実性、サプライチェーンの強靭化などが挙げられました。サプライチェーンに関しては、75% の企業が過去2年間に自社の戦略に関する見直しを行ったとしました。見直しを行った企業のうち、実際にサプライチェーンの一部を中国外に移転したのは 12% で、主な移転先は欧州、ASEAN となっています。中国での事業が利益全体に占める比率も2年連続で低下しているといいます。もう中国に進出したところで、ほぼメリットはないということなんですね。むしろハイリスクローリターンで、中国は海外の企業にとって魅力的ではないということなんです。欧州商工会議所は、この3年間で中国にいる EU 企業の不安は大きくなる一方で、これをそう簡単に元に戻すことはできないと指摘しています。アメリカは安全保障上の懸念から脱中国を推し進めています。アメリカと中国はお互いに敵対して対立しているから当然ですよね。同じことは日本にも言えるのですが、どうも経済界が中国を見てばかりのようで、困ったものです。彼らにはビジネスのことは分かっても安全保障や危機管理が分からないようですね。目先のお金ばかり見ていると取り返しのつかないこともあるんですが、アメリカのアップルは iPhone のインドでの組み立てをこれまでの3倍に増やしました。金額に直すと2022年は日本円で約9300億円となります。中国以外で iPhone の生産を増やす動きが加速しているんです。時価総額世界一のアップルは台湾のフォックスコンに iPhone の組み立てを委託しています。このフォックスコンは中国河南省の工場でこれまで iPhone の組み立てをしていました。同社は電子機器の生産を請け負う電子機器受託生産 EMS では世界最大の企業グループです。ちなみに中国での称号はホンハイ。この名前を聞いてあれ？どこかで聞いたようなと思う方もいるでしょう。2016年4月2日シャープが海外企業に買収されてしまいましたが、その海外企業こそ、ホンハイなのです。フォックスコンは、アップルやヒューレットパッカード、ネルといった大手メーカーに、マザーボードや各種コネクタをはじめとした各種パーツの OEM 供給、筐体の組み立てを行っている老舗として、世界規模の市場では名高い企業です。任天堂の任天堂スイッチや、ソニーのプレイステーションのほか、マイクロソフトの Xbox といったゲーム機、Apple からの委託で iPhone および iPad、Google からの委託で
ピクセルシリーズ、ピクセル3以降、ノキア、ブラックベリーのような携帯端末、スマートフォンの生産も行っていました。しかし、2022年、ゼロコロナ政策で、iPhone の工場がストップして、サプライチェーンで混乱が起きました。独裁政権の下では、こうして経済を無視した規制が行われて、工場がストップするという事態も起きるのです。こうした理由で、Apple が生産ラインの見直しをしていたちょうどその頃、インドのモディ首相が、国内の製造業を後押しするため、様々な優遇策を海外の企業に打ち出しました。こうした動きの中で、Apple がインドでの生産にシフトしていったんですね。アメリカとしては渡りに船、とも言えるでしょうか。アップルは、まだ、完全に中国から撤退したわけではないんですが、2025年までに、すべての iPhone の4分の1を、インドで組み立てる可能性もあるとのことです。さて、こうしてお話ししてきた通り、中国が、世界の工場と呼ばれる時代は終わったのかもしれません。今後、ますます、中国から事業を引き上げる企業が増えるでしょう。ここで、このニュースについて、国内から、様々な反応があったので、その一部を紹介します。万が一の有事に備えて、日本企業は、今のうちに、中国と距離を置いた方が良いと思います。尖閣問題時の日系企業襲撃事件、遅くとも、国民動員法成立の時点で撤退してなきゃおかしいんだよ。日本人の安全保障という意味からも、日本企業は、躊躇せず、いち早く、中国から、日本国内や親日国へ移転させることが必要。この先西側諸国は脱中国を加速させるので、中国経済は疲弊する可能性があるため、台湾有事が早まることも考えられる。日本政府も中国への旅行を注意喚起することも必要。あと中国は日本の複合機技術を狙っているので、台湾有事に備え中国人工作員を送り込むことも、早くスパイ防止法を制定させることも必要です。日本企業がどんどん撤退する中で、パナソニックが逆に大きなプロジェクトまで立ち上げていたから、何やってんだパナソニックは。と心配していたので、撤退の方向にあるという情報は朗報です。日本人社員に危険が及ぶ前に帰国させないと。目先の利益に目がくらんで、危機管理もできない企業の法人社員は気の毒だ。中国への投資を続ける、検討する日本企業の考え方が理解できません。ロシアと同じで最後には資産なり工場なりは接収され、国営化の名のもとに乗っ取られるのは間違いないと思います。社会主義国、儒教国の考える倫理観はあまりにも異質です。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、安全保障上の観点から、日本は脱中国をどんどん進めるべきです。できることなら、国内回帰してほしいですね。国内に生産拠点を戻してくれれば、その分、日本国内での雇用が生まれますし、中国にお金を払わなくて済みます。日本国内で雇用を創出し、就業人口、ひいては税収を増やす方が国益にかなうのでは？と思います。コメントにあった通り、独裁国家は、最後には、資産や工場を接収し、乗っ取ることも十分考えられますからね。中国寄りの政治家や、経団連は、この危険性を分かっているのでしょうか？日本企業が乗っ取られたり、撤退できなくなる前に拠点を撤退させ、従業員とその家族を帰国させるべきだと思います。また、一部の識者の中には、日本企業の国内回帰には限度があるとして、中国依存を下げつつ、安全保障上の問題の少ない友好国にサプライチェーンを分散していくフレンドショアリングを提唱する方もいます。素材や部品の生産拠点や調達先の相手国を多様化することによって、台湾有事などによるサプライチェーンの途絶が起きても、代替先を比較的容易に探すことができ、その影響を軽減することができるというのが理由です。国内回帰と合わせてフレンドショアリングをするのがいいかもしれませんね。皆さんはどう思われますか？よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。